ちゃ。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。3年生を振り返るの時間です。はい、そうだね。はい。まあ、いろんなことがあるな、3連戦やってると。ねえ、なんか毎回何か全然違った形の3連戦になってますが。まあ、計算通りにいかないねって。いかないにゃーにゃーって。それはなぜかというと、うん、やっぱ勝てるピッチャーが勝てなくなってきてるし、うん、ねえ、勝てなかったピッチャーが勝ってきてるとかね、まあ、そういうことも言えるし、うん、まあ、その中で、はい、まあ、阪神、ロッテ、日本ハムは除くと。そこは、まあ、ここら辺は順調にいってるかなっていうような、ね、なんとなくこう思い描いた通りかなという感じでしょうか。そうそうそう。その他のチームどうなったんでしょうかね。どうなったのか、うん、で今日も看板やちいちゃんということで、ね、はい、でこの中で一箇所ちょっと変わったところがある、ね、分かった人はちょっとコメント欄に書いてみたらすごい、ね、間違い探しみたいな ね, ねことですか。まあ、そんな感じです。はい、はい、まずは、はい、セリーグ、はい、ね、ということで、はい、ジャイアンツ3連勝、はい、DeNA が2勝1敗、まあ連敗止めたよね、はい、はい、で阪神が3連勝ということになりました、はい、ね、はい、ではまずヤクルト巨人、うん、ね、吉村、うん、市川、うん、サイスニード、はい、まあ、ヤクルトの方がね、はい、で巨人は戸郷、うん、山崎より、横川という、はい、ね、こう若手がずらっと並んだというね、うん、巨人の先発投手はね、はい、それではいくよ、はい、1試合目、ね、今季最多安打の17安打、うん、ね、秋広3安打3打点、うん、吉川も3安打、丸が4安打、まあ、結構調子が悪くて、苦しんでた選手たちが、はい、なんかこう打ちまくってきたというね、うん、まあ、そんな感じがして結局8対9で、巨人が勝つんだけど、はい、まあ、一時期リードもあったんだけど川端のスリーランで同点もね、うん、石山が粘れずという、ね、まあ、石山も、ちょっと離脱してた時期があって、うん、まあ、戻ってきたんだけどもそれまですごく調子が良かったんだけどもね、うん、ちょっと調子を落としてるかなという感じがするよね、うん、でこの試合は大勢が、はい、セーブを上げるという、まあ、決してこう完璧ではなかったけども、うん、まあまあセーブを上げてね、まあ、2試合連続で失敗してて、はい、まあ、それでセーブを上げられたということで、まあ、少し状態的には戻ってくるかなというね、うん、でやっぱこの試合で感じたのはさ、まあ、9対8巨人が勝つんだけど、はい、まあ、大体1点差こういう打ち合いになるんだよね。まあ、その中でやっぱこう中継ぎ陣、うん、やっぱフォアボールとか、まあ、そういうものがきっかけで余計な点数を上げてるよね、うん、まあ、両チームとも言えることなんだけどもさ、はい、だから非常にこう大味な野球になるというね、うん、でも秋広が非常に成長を見せてて ね、で得点圏打率が6割超えるという ね、まあ、非常に勝負強さも持ってるし、うん、まあ、大したもんだなと思ってね。で2試合目、はい、市川と山崎、うん、5対4で、山崎また1点差ですね、巨人ね、また1点差、うん、まあ巨人の方も前半5回まで5点リードもするんだけどもさ、はい、終わってみれば1点差、うん、で山崎よりが降りてから、まあ、中継ぎ陣に託していくんだけども、はい、7、8、9回で4点取られるというね、うん、まあ勝ったけども不安が残るというね、うん、ちょっとドキドキしましたよね。まあ、そうそう、で、うん、中川が戻ってきて投げるんだけども、はい、まあ、塩見のホームランを打たれるとかさ、まあ、決して状態がよく戻ってきたわけではないなというね、うんうん、まあ、そんな感じがするよね、はい、でこの試合でやっぱり大勢が、まあ、セーブを上げると、まあ、ただその中で内山にホームランを打たれるとかね、まあ、そういうことがあったりとかしてまだ不安定さはの覗いてるんだけども、うん、まあ、だけど、まあ、結果的に抑えればね西武の投手っていうのは OK だから、はい、まあまあ状態的には気分的には、うん、まあまあいいかなっていうね、うん、で秋広が4回にスリーランホームラン、うん、おうち、まあ、5点を取るわけだけどもさ、はい、まあ、秋広の成長っていうのもねすごく感じるし、うん、でこのホームランを打った後に中田翔にメールしたらしいよ、はい、ホームランはこうやって打つんですってまあいい師弟関係が結べてるのかなっていうねあまあでもね秋広面倒見てるだけに、うん、秋広が打つと中田翔も
休みながらほっとする部分はあると思うけどね、うんうん、まあ、そういう試合で4対5、はい、巨人が勝つという。で、サイスリーだった横川、はい、ね、6対3で巨人、まあ、3連勝するわけだけども、はい、まあ、ヤクルトがね、先制するんだよ、内山のホームランでね。で、サイスリーでもすごく良かったの、うん、でも、ワンアウトランナー1塁、門脇が出て、はい、バントのシーンなんだけど、バントした時にスタート切ってんだよね。うん、それでバントはね、本当にもうセカンドでアウトになる、走ってなかったら、うん、そういうバントだったんだけど、サイスリードが向くんだけどね、はい、セカンドの方向を、うん、でも門脇の足が速くて、うん、なんて言うんだろう、こう投げれずに一塁に投げるんだよ。そしたらオスナと山田が被っててベース上で、うん、でどっちが取るかっていうので、それがスルーになって暴投になったんだよね。うん、まあ、それから一気に最初のリードが崩れていくんだけどさ、やっぱり一つのミスで非常にチャン、ピンチを広げ、うん、で最後は坂本にスリーランを打たれて、大量失点になるわけだけどもさ、はい、やっぱちょっともったいないよね。うん、最初のリードも良かっただけにさ、そういうミスからなんかちょっとモチベーションが下がり、その一つのミスっていうのが、うん、サイスニードもしまったと思うし、うん、オスナーも山田哲人もあしまったと思うんだよね、うん、だから非常に雰囲気の悪い、まあ、ミスになっちゃったよね。うまくそこ切り替えが難しかったですかね。そう、難しかったな。でもサイスニードも秋広に先頭打者で スリーベース打たれて、うん、その後三振三振とかね取っていくんだけども、まあ、非常に良かっただけにそういうミスがもったいなかった、うん、で横川は変化球がやっぱり良かったね、うん、で成長したなと思うのはカウント負けしなくなった、うんうん、でカウントがボールボールになったとしても平気でスライダーやカーブでストライクが取れるんだよね、うん、だから非常に相手バッターもその待ち球っていうのがね非常に分からなかったのかなっていうような、まあ、そんな感じがする3連戦でした、はい、横川投手ですね。横川ね、はい、うん、だから、うん、まあ、ヤクルトもやっぱ村上がやっぱりちょっと状態が悪いね、まだね、うん、で隠れてるけど山田も決して良くないんだよね、うん、ヒットはポツポツ出るけどさ、本来の山田らしいバッティングっていうのはちょっと見れないかなっていうような感じがするね。ちょっとねここで、まあ、守備の乱れっていう話もあって、うん、そういったところも含めちょっと今ヤクルトは状態が悪いね、良くないですかね。ただね、今日キャッチャー中村が登録されて、うん、マスクもかぶったりだとか、うん、まあ、石山もマウンドに上がったりだとか、うん、いろいろ、離脱してた選手たちが戻ってきてるからね、うん、まあ、これからだね。ね、少しずつ整っていくといいですね。うん、いやだけどヤクルトはね、厳しいと思うのは、はい、次 DeNA とか広島とか交流戦前に阪神、うん、この9試合をどう乗り切るかがちょっとポイントだね、今シーズンの。逆を言うとそこをうまく乗り切れると、この後の交流戦以降だいぶ変わってくるっていうことですかね。調子は出てくると思うよ。なかなか、じゃあここが正念場ですか。正念場だと思う、ヤクルトはね、うん、はい、次、はい、DeNA 対広島、はい、ね、DeNA はバウアー、石田、うん、東、うん、で広島は床田、九里、コロニエル、ね、まあ、両先発ピッチャーともなんか非常に状態もいいし、うん、負けれないという試合だと思うんだけども、はい、まあ、1試合目ね、DeNA、うん、連敗中だった。で、うん、ストッパーにバウアーなるかって言ったら、うん、バウアーが7失点という2回までに ね、うん、守りも、まあ、エラーはつかないけども、うん、宮崎のタッチがちょっと甘かったりだとか、うん、牧の送球がそれたりだとか、うん、なんかちょっとねバランス悪いなっていうね、うん、ことがちょっと言えるかな、うん、でやっぱりピッチャーの立ち上がりっていうのはこの前もそうだけど、広島戦に勝った時、はい、1回2回って結構ヒットが生まれてるんだよね、うんうん、でその後ピシャーっと抑えられるんだけどもさ、でもやっぱその反省からやっぱ1回2回に総攻撃をかけてるというか、
非常に集中力が高かったね、広島の打者たちが。うん、だから、まあ、簡単に捉えるって言ったら変だけども、うん、まあ一回やってるだけにね、やっぱ立ち上がりだぞっていうことで、うん、みんななんかすごく集中してたようなね、うん、まあ、そんな感じがするよね。なるほど。だから2回までに7点バウアーが取られたって言ったらさ、うん、まあ、反撃はするんだよね、7対5。そうですね、うん、5点取るんだけどもさ、うん、ちょっとやっぱり 1,2 回の7失点というのはちょっと重くのしかかったね、うん、で連敗したというね、はい、うん、で2試合目、石田と栗7対4で DeNA が連敗を止める、うん、ね、ね、ようやくですね、あ、連敗がストップ、牧の2本のホームラン、はい、ね、あの2ラン3ランということで5打点、ね、素晴らしかったですね。そうそう、で栗もね非常にいい投球を見せてたんだよ、本当に。でずっと勝ってたんだけどもさ、うん、8回、まで勝ってるんだけどもさ、はい、8回に宮崎のサードゴロをデビッドソンがトンネルするんだよ、うん、これから一気に流れが変わるね、うん、で栗もやっぱ中継ぎ陣を休ませたいとかいろんなことがあって、まあ球数もそんなにいってなかったんだよね、うん、だから完投ぐらいの気持ちでいたと思うんだけどもさ、まああのエラーから非常になんていうのリズムが狂ったというか、うん、あ、8回で苦しい時だもんね、先発が8回まで来てて、うん、でこのエラーをきっかけにちょっと逆転をするんだけどもさ、はい、まあ見逃さなかった DeNA、 牧のスリーランも素晴らしいけどもさ、うん、いやなんか栗がかわいそうでね、ちょっと見てていたたまれなんていうかね。そうだね、でね立派だったのが栗がね、うん、表情に出さないんだよね、うん、まあ宮崎の当たりも強烈な当たりだったんだけどもさ、うん、まあ、体の正面だったんだけどもね、それをトンネルしたんだけども、あれだけ強烈な当たりを打たれたから俺が悪いのかなっていうような、なんか栗が自分を責めてるような感じがしてさ、うん、なんかすごくかわいそうになったね、うん、あ、しっかり守ってやれよとか思ったけども、うん、まあこれで、まあ、連敗を止めたということだよね、 DeNA ですね、うんうん、だからでもまあ広島打線も DeNA 打線も非常にいい感じでは来てるけどもね、うん、はい、で3戦目、はい、まあ、東とコロニエル13対3、はい、打線が大爆発ね、まあ、佐野が3ランの5打点、うん、含むね、うん、関根が5安打、桑原が5安打、うん、17安打の快勝ということで、はい、ね、まあ、この試合でオースティンが代打で出てきたんだけどもさ、あ、オースティンも戻ってきたかみたいなね、うん、これからまたちょっと勢いつけていくぞみたいなね、そんな感じがするけども、うん、まあ、広島の投手陣がちょっとこの試合は精彩を変えたね、コロリネームに変わった後の大道とかも、うん、まあ、捕まるしね、ちょっと勢いを止めることができなかったという、まあいかんね、やっぱ一つのエラ ー、一つのミスからやっぱチームの流れを変えてしまうかなっていうようなね、うん、やっぱ怖いなっていうふうにはちょっと見てたけどもね、うん、まあそういう3連戦でした。はい、ね、次に中日対阪神、はい、ね、福谷、涌井、柳、うん、で阪神は村上、西勇輝、伊藤というね、はい、で1試合目村上が3勝9対4で勝つんだけども、うん、安定感もあり、まあ、石川に一発は浴びるけども、まあ、打線にも助けられたね、14安打、その中でノイジーが4安打という、うん、で福谷がゲームを作れなかったという、まあ、そういう試合なんだけどもさ、やっぱりこう、うん、追いつかれそうになった時に、うん、やっぱ8人打線がやっぱ好調だよね。それとその中のノイジー、うん、で1番の近本がいい、中野がいい、で3番入ってるノイジー、うん、ここに4安打打たれるとさ、どうやったって点が入るよ。そうですよね。あ、その後大山だ佐藤だって続くわけだからさ、うん、だから非常にあの阪神は順調にこの試合でも来てるなというね。だから阪神打線怖いなっていうイメージを植え付けたと思うよ。で2試合目、はい、まあ、西勇輝が安定してた、非常にちょっともたもたしてたんだけどさ、西勇輝も、うん、だけどチームのその勢いに西勇輝も乗ることができたかなっていうような、そんな投球だったんだよね。うん、で3対1、はい、で、勝つわけだけどもさ、涌井相手は、はい、涌井が珍しくねフォアボールを連発して、うん、押し出しまでしちゃうんだよね、うん、だからここはねやっぱね阪神打線の
怖さがあるんだよね。だからやっぱこう甘くいったら打たれるとかさ、うん、でも自分のところは点が取れない、だから行ってもやりたくないっていうことが押し出しにつながったりとかさ、うん、だからこれはね阪神が作ってる怖さだよね。なるほど。だから涌井もそれは確かにフォアボールは出して悪いかもわかんないけど、うん、でもこれはねずっとこう DeNA 戦から阪神打線の好調ぶりを見せつけてる、うん、その前日もそうだよね、14安打打って、はい、まあ、どっからでも点が取れるというようなところも作ってね、うん、だから非常に涌井はプレッシャーだったと思うよ。ただこの試合で、まあ、阪神打線の強みといったらやっぱね島田とか木浪とかやっぱり躍動してるんだよね。うん、でプラスノイジーがやっぱこう好調ぶりを示してるという、うん、だから非常に阪神打線の流れがいいなということと、うん、相手ピッチャーにやっぱ脅威を与えてるなっていうね、まあ、そんな感じがしたよね。うん、だから涌井なんてあれだけのキャリアがあってさ、まあ、そんなに崩れるピッチャーじゃないのにやっぱりそういうふうなことを起こしてしまうというね。うん、で3戦目、はい、柳と伊藤4対1で阪神という、まあ、柳の立ち上がりやっぱりどんなピッチャーでもやっぱ立ち上がりっていうのはねリズムをつかむまで、うん、非常に苦しむわけだけどもさ、まあ、そこでフォアボールが2つ柳が珍しく出しちゃうんだよね。うん、まあ、それが一気に3点につながるわけだけどもさ、はい、やっぱりこれも涌井と一緒でやっぱ阪神打線の怖さ、うん、で自分の立ち上がりのそのリズムの作り方、まあ、そういうものがゲームにポンと出ちゃうよね。うん、でやっぱり中日打線は打てないからさ、やっぱり失点したくないということでどんどんこう深みにはまっていくというかさ。なるほど。で阪神の方は木浪から上位打線に回して近本がタイムリーという、うん、うん、で阪神と同じ9安打中日も打ってるんだよ、うん、打ってるんだけど柳の四球が4伊藤が0ということで、なるほど、やっぱりいかにフォアボールが重くのしかかるかだよね。うん、うん、だから非常に、うん、中日が打てないというだけにやっぱ先発投手陣の負担になってるのかなっていうような、うん、そういう試合だったね。うん、まあ、中日も9アンダーで1点っていうのはそうなんだ、なかなか厳しいですかね。いや、やっぱ厳しいな。やっぱそこに四球が絡むとさ、うん、やっぱ2点3点にもなってくるんだろうけども、うん、やっぱり四球を与えないし、うん、やっぱ怖いバッターっていうのがいないから四球が取れないんだろうね。うん、やっぱ怖さをやっぱこう植え付けていかないと、うん、やっぱ今後もやっぱ怖、中日は点が同じヒットの数は打ったとしても、うん、点にならないのかなっていうような感じがしたよね。ねえ、うん、そしてまたこう柳投手がなかなか勝ちがね、柳に勝たせてやりたいなぁと思います。はい、まあ、そういうセ・リーグだったけども、はい、丸々が命取りだった、うん、ね、今もね話にいろいろあった、いろいろミスだな、エラー、うん、まあ、エラーというよりもミスかな。これはフォアボールも含めてっていうところでしょうか。まあ、そうだな、うん、フォアボールも含めるね、やっぱね、うん、丸々が命取りだった、その一つのエラーがチームのバランスを崩したりだとか、うん、その試合をもう完全に落とすような感じになったりだとかするケースがあったよね。うん、まあ、それだけにやっぱこうミスとかエラーとかフォアボールっていうのが怖いなって感じた3連戦だったね。うんうん、もうこちらから向こうにこう流れを渡してしまうようなことも多々あったということですね。まあ、そうだね。うん、でね、一つ褒めたいのは、うん、ね、ジャイアンツの門脇、はい、三塁手に入ってるんだけど、うん、サードにね、めちゃくちゃうまい守備が、だから逆に命取りだったのが、うん、スクープレーをいくつもする。なるほど。あ、だからこれ3連戦の時に言うの忘れたけど、門脇のプレーはね、金を払っても見る価値があるぐらいのプレーをする時がある。いい守備ですね。あ、だからやっぱあの子がいたからやっぱ3連戦勝てたっていう風にね、参照したって言ってもいいぐらいの守備を見せてくれたよ。なるほど。うん、だからルーキーながらやるなと思ったね。うん、はいはいはい、というセリーグでした。はい、パリーグ、はい、パリーグです、ね、はい、はい、ね、日本ハムが2勝1敗、はい、
で楽天とソフトバンクは2試合だったんですね。そう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 、1勝1敗ずつ、はい、でロッテ対オリックスは、ロッテが2勝で1分け、はい、オリックスは、勝ちはなかったですね、はいはいはい、まずは日本ハム対西武、はいね、鈴木、うん、上沢、伊藤で西武の方は今井、エンス、平、はい、両方とも負けれないピッチャーをね、まあ、揃えてきたけども、うん、まあ、1試合目、9回2アウトから長谷川が田中正義から同点ホームランという、うんね、あと1人だったのにっていうことで、まあ、延長に入るんだよね、うん、で12回、バント処理を杉浦が悪送球、はい、ね、カバーに入った江越が飛んでるという、どういうまあそういうのでこれ1試合落とすんだよね。もうそこに集中してしまいましたね。 あれが なんでもなくちゃんとした早急にしとけばさ、負けることはなかったと思うんだよ、うん、もう延長12回だったからね、はい、だから日本ハムの、なんていうの、試合を見てるともったいないゲームが多いのよ、うん、でね、ミスしなかったら勝ってるっていう試合もたくさんあるわけ、うん、でもその中で勢いをこう落とさないわけよね、うん、だからすごいやっぱこう生命力が強いというかさ、そんな感じがするような、この3連戦で言えばそうだったんだけど、うんうん、まあだけど西武の方もその1点だけじゃなくて相手のタイムリーが出てね、うん、もう1回突き放しておくという、まあ、そういうこともできるというね、うんうん、だから西武も主力が変えたりだとか、まあ、おかわり君を休ませたりだとかしなきゃいけない状況にあるからね、うん、まあ、なかなか大量点とかいろいろ取れないんだけどさ、うん、まあだけどよく西武は一勝したなというね、はい、で2試合目上沢とエンス、うん、3対0で上沢が5年ぶりの完封4勝目というね、まあ9回120球4安打9三振という、うん、まあ高めのフォーシーム狙って投げてんのか分かんないけど、まあ面白いように空振り取るし、うん、まあ縦のカーブ低めに決まるということで高低をうまく使うんだよね、うん、で翻弄されてるというね、うん、だから西武打線も、まあ、元気はなかったけどもね、うん、まあ、その試合3点を取る、ね、あの一気に3点取るわけだけどもさ、はい、清水、アルカンタラ、松本、うん、3者連続のタイムリーというね、うん、やっぱ日本ハムの怖さだよね、やっぱ勢いになったら畳みかけるというさ、うん、そういう攻撃ができるというね、それを守った、噂が、うん、やっぱ完封という、まあ、立派な、ね、仕事もするし、やっぱ受けてた清水のリードも、うん、素晴らしく良かったよね、非常にこの2人っていうのはずっとコンビ組んでるからさ、コンビネーションいいなと思いながらね見てたし、うん、まあ、清水も良かったなと思って、出番が少ない中で、うん、こういう噂がねしっかりした投球をしてくれると、やっぱ清水のあの株も上がるからね、うん、まあ、強度の後輩だから強度のね、山口ですか、そうそう、よく挨拶来るし、はい、はい、次、はい、で伊藤と平6対2、うん、ね、伊藤が7回2失点の好投というね、万波が2点タイムリーね、これデーゲームで行われたけど、うん、ちいちゃん言ってたよね、万波さんがスマーして打ってたよみたいな、見てました、どんなスマーして打ってんのか分かんないけどさ、 さりげなく綺麗に打ってましたよ。ああ、そうだね。まあ、ただその同点で迎えたね、うん、時に谷内がね、うん、野村の代わりに入ってたんだよね、打順のところに、はい、でその野村の代わりに入ってたのが、まあ、その谷内が粘ってタイムリーを打つとかさ、うん、で8回に3点を取って勝負を決めるとかね、うん、ただその中で佐藤の、西武の佐藤の、まあ、三四球、うん、これからピンチが広がり、まあ、勝ち越し点を上げられるというね、うん、うん、まあ西武打線がちょっと元気がないかな、ここのとこね、うん、クリーンアップに入っている外崎、鈴木が、まあ、ノーヒットじゃやっぱつながりを欠くかなというね、うん、まあ、前後はねいろいろ打ってるんだけども、やっぱクリーンアップで止まっちゃったかなっていう、まあ、そんな感じだったね、うんうん、まあ一方ね、万波選手は7番に入ってて、そうですもんね、だから、まあ、日本ハムの方はどっからでもね、うん、そうですよね、勢いが出てきたら、うん、ノリがいいチームだけにね、
点にしていくという、うん、まあ、下位打線から上位打線に持ってくるとか、うん、そうなってくると上にはもう松本剛が待ってるしね、うん、上位打線では、うん、だからそこら辺にうまくつなぐとやっぱ点になっていくよね、うんうん、まあそういう3連戦でした。はい、はい、楽天対ソフトバンク、はい、まあ、一勝1敗ということでね、うん、まあ、早川庄司、うん、ソフトバンクは大関和田、まあ3対0、うん、早川が4月5日以来2勝目、うん、まあランナーをね結構出すんだけども、まあ7回を124球、うん、まあ粘ったね、まあ力投が目立ったという、うん、そういう感じなんだけど、早川が投げてる時にあんまり援護点がないんだよねやっぱりね、うん、でもこの日は援護点を先にもらえたということで、早川の笑顔ってあんまり見たことなかったんだ。うん、でもこの試合で見れたんだよね、うん、だからほっとした、よかったです。あ、なんかすごいこう好投はするけど勝ちにならないからさ、ずっとストレスが溜まってんのかなと思ってたんだけど、まあだけどこの試合はね、3本のホームラン、うん、山崎、浅村、フランコというね、うん、3本のホームランで3点を取るわけだけども、はい、相手の大関も良かったんだよね。え、9回投げて4安打しか打たれてないんだよ。そうなんですよね。だけどやっぱホームランの威力っていうのは大きいなと思ってさ、楽天は4安打で3点取ってて、うん、そうなんだ。ソフトバンクは8安打打ってるんですが0点と。そうなんですよね。あ、だからまあ大関もねちょっとかわいそうだなとは思いながらも、うん、でも早川もやっぱこう要所要所を締めながらよく頑張ったなという試合だったね。はい、はい、で2試合目10対1ソフトバンク、うん、ね、この試合いろいろあったんだよ、ね、ありましたね。あった。ランナーサードからさ、下位にスクイズを命じるんだけど外されたんだよね、うん、それをバット放り投げてさ、バットに当ててファールにして、やっぱ未然に失敗を防ぐわけだよね、外されたんだけど、うん、でその後タイムリーを打つとかさ、うん、やっぱなんかね、逆に楽天の方もスクイズやるんだけどもさ、大谷ね、うん、だから空振りしちゃうんだよね、うん、だからこれはピッチャーの和田が起点を利かして、外したわざと外したのかなっていうぐらいのボールを投げたんだけどもさ、だからなんかこう執念の差が出たような、まあ試合だったよね、うん、うん、まあただその川瀬とか甲斐のタイムリー上位打線につなげて、まあ得点していくとか、まあ8回には打者一巡で勝負ありという、うん、和田が3勝目で、この試合で庄司が投げてるんだけども6回3分の2 107球5安打3失点。このピッチャーはね、やっぱ我慢すると勝てるよ。勝ち星はつかないけども、まだね。まあだけど、カーブとか変化球もいいしね。うん、で、まっすぐも力あるしさ。だから腐らないでね。まあなかなか援護でもらえないんだけどもさ。うん、まあちょっと頑張ってほしいなと思うよね。ね、でもこういうピッチャーに早く勝たせてあげないと、楽天の方は。うん、やっぱ育たないということだよね。やっぱ勝ち星が育てていくからさ、うん、選手を。だからできるだけ早く援護点が欲しいなっていうふうに思うね。はい、はい、最後ロッテ対オリックス、はい、ね、種市、小島、うん、広畑、オリックス、宮城、田島、うん、山崎幸也、はい、ね、試合目1対1の引き分け、うん、まあ両投手がね、まあ、好投したわ。うん、で種市は縦の変化、うん、まあフォークとかね、スライダーも縦の変化を使いで、一方宮城は横の変化、スライダーだとかチェンジアップだとか、そういう横の変化を使いながら打ち取っていくわけだけども、なかなかチャンスはないね、うん、だけど全くなかったわけじゃなくて、やっぱ立ち上がりの宮城を捉えられなかったっていうね、ワンアウト2、3塁から無得点という、うん、でオリックスの方はゴンザレスがツーベースを打ってノーアウトで、唯一ホームランを打ってる紅林が右打ちだったんだよね、右方向、あそこを確実にバントだったらワンアウトサード、うん、勝ち越してたかなというね、まあいろいろちょっと積極的なのか消極的なのかわからないし、でロッテの方も前日の試合5盗塁かなんかしてるんだよね、日本ハムに対して。で足で攻めてくるかなと思ったら
やっぱ確実に番頭してくるんだよね。走らせればいいのになとか思いながらちょっと見てたんだけども、まあ、だけどやっぱさすがに両チームとも中継ぎ陣がいいだけに、うん、まあ延長12回引き分けっていうことになったね。ね、結局1対1で、はい、そうだね、はい、まあ、首位攻防戦だからねこれはね、うん、で2試合目が小島と田島、7対3でロッテ、うん、久しぶりに5回までに5点もらった小島、うん、それは好投するわなって、いつも援護点がなくてさ一人で頑張ってるような感じをが受けるんだけどもさまあ5点あったら非常に好投というか余裕もあるし、まあ非常に丁寧なピッチングだよね。でゴンザレスにツーランを打たれるけども非常に安定感を感じたという、うん、でもこの試合で森が戻る、うん、ね、4番 DH でスタートするけども、はい、まあちょっとオリックス打線のつながりが欠けるというね、うん、まあロッテの投手陣もいいけどね、うん、いいけどもなんかこうオリックスが今まで主力がいない中つないでつないできたのがつながらなくなったぞっていうような、うん、そんなイメージを持つ試合だったよね。で最後の試合、はい、まあ広畑と山崎幸、5対1でロッテ、うん、まあロッテの点の取り方、先制中押しダメ押しと、うん、まあ点の取り方がね非常に小刻みだけど非常にいいのと、まあ、安田が3回に先制、うん、岡が6回に、まあダメ押しじゃないや中押しする、うん、で田村が7回に、ダメ押しをタイムリーを打つとかね、まあ、非常にロッテの方は線がつながるんだよね、うん、でオリックスの方をちょっと見てみるとこの3連戦で、はい、茶野が不振だね。あ、先頭、うん、一番バッターの、はいはい、まあ、2試合目はね茶野を下げるんだけどもさ、うん、また今日茶野を1番にして、まあ、ノーヒットということ で、うん、で今までねこうやっぱり見てると茶野が引っ張ってる試合が多いんだよね、うんうん、打線の中でもね、うん、で茶野が起爆剤になって打線がつながってくるとか、うん、やっぱこの茶野のこうちょっと今スランプに入ったのかもわからないけども、うん、だからちょっと痛いなっていうふうにね、うん、思うよね。なるほど、うん、だからまあどのチームもソフトバンクもそうなんだけどさ、はい、1番バッター中村が入って打線が安定したように、うん、やっぱり1番の出塁っていうのが非常にパ・リーグの場合は特にね、うん、鍵を握るかなっていうようなそんな感じがするよ、うんうん、で攻撃は最大の防御という、はい、何って書いてもよかったんだけどあまりにも重すぎるかなと思って何ね、何ね、ちいちゃんね、はい、そう、どうしようかなってそうそう、はい、やっぱり積極的に行くところは行かないとなっていうのは感じたね、うんうん、で、やっぱりね、いいピッチャーがやっぱパリーグ多いよ、うん、だから捨て身捨て身、うん、まあ、例えばアウトになってもいいやみたいな、うん、まあそれは捨て身でもないんだけどさそういう感じは、うん、だから大胆な采配っていうのもなんか必要かなっていうね。だからやっぱこう日本ハムが調子がいいのはさ、うん、新庄監督の中で守りっていう頭、まあ、一切ないもんね。なるほど。とにかく攻め続けるというさ、うん、だからやっぱこう状態的にはどんな負け方しても落ちないというか、でロッテがもったいなかったなと思うのはあれだけ足技を使える選手が揃えてるのに、うん、足技を使わなかったというね、それで引き分けたというね、いうところもあるし、だからやっぱオリックスはちょっと状態が悪いだけに少し消極的になってるかなっていうようなね、うん、まあそういうところも見えるしね。そういう意味ではこう状態が良くなくてもこういろいろね打順変えたり起用を変えたり攻め方を変えたりっていう日本ハムは、うん、そうなっていかないろいろやってくるよね。だからそういう意味ではそのなんか選手も新鮮っていうかさ、守りっていう選手もいないよね。うん、守ろうという気持ちがね、うん、もうとにかく攻めだみたいなね、うん、まあ、そういうところがやっぱりいいのかなっていうの感じがするよね、はい、まあ、そういう3連戦でしたけども、うん、ね、まあ、交流戦が間近ね、ね、そのまでに3カードぐらいあるけども、うん、やっぱこう交流戦に入るためにはやっぱこう戦力だとか、まあ、分析もあるだろうし、うん、だからまあ調子も整えとかないと ね、うん、また交流戦挟んで
だいぶね状態変わってくるチームっていると思うよ。毎シーズンねいるからね、ありますよね、はい、うん。まあ今回はね5月16日から18日の、はい、まあ、3連戦をお送りしました。はい。